古代の人間の平均寿命は青銅時代は18歳、ローマ時代でさえ22歳だった。その頃の天国は美しい若者であふれていたろうに、この頃の天国などさぞ醜いことだろう。人間40歳になればもう美しく死ぬ夢は絶望的で、どんな死に方をしたって醜悪なだけである。それならもうシャリムに生きるほかはない。